ビレルコトレあるいはビレールコトレの直例は1539年にフランス国王フランソア一世がビレルコトレ史で発した行政上の改革を定めた法である。この法はラテン語に代わってフランス語を公用語としたことで有名であるが部分的には現在でも有効であり執行していない法としてはフランス最古のものでもある。カナオン社としては ビレールコトレの方がより言音に近い。日本語では、の直例に代わって、のお礼、法とも訳される。ビレールコトレの直例は、主として、大法官、ギオーム・ポワイエによって作成され、全192条からなり、行政、司法、教会に関する事柄を扱っている。最も著名な第110条と、第111条は、法律を扱う上で言語面での混乱が、 起こらないよう、行政及び、司法業務、交渉人を介した契約、法律制定のすべてをフランス語で行うことを、求めている。第110条ケレレッツスはクラーズイエンテンダブルズへ、アファンキルエヌ、ワイ、エートコーズデダウトルシュールエル、インテリジェンスデゾディクッツレッツ、ヌースブーロンズ。イオーディナオンズ中、イルズスはフェーツイエスクリプッツシュクレラメントキルエヌ、 y8 nepwissse a b ール r olcun ンン a m b i イ u i t ン u i n s e r t i t u d aen, デマンダーインタープリ e r p r i t 判決は、明瞭簡潔にして、その意味に疑いを抱かざらしむるべきこと。判決文が明瞭に作成、書面化されることで、いかなる多義性も、不確実さもありえないようにし、何らの解釈も発せしめぬよう、世は望みかつ命ず。 第111条でプロナンサーイエクスピディアトゥース、オクトイエヌランジフラノイズエポアーセクテルズショーズソン、スーベンティスファイズアドベニューズシュールエル、インテリジェンスデマッツラテンズコンテニューズエス。ディクッツレッツ、ヌースブーロンズクドレゼンバントトゥースレッツ、アンサンブルトゥットオルターズプロシージャーズ、スワデムクールスーベレンズオルターズサバルタンズイ、インフェリエズ。スワデレジストズ、インクエスト、 コントラクッツ、コミジョンズ、センテンセス、テスタメンズイオルターズクエコンクスオクトイ、エクスプロイクッツデジャスティスウクイエヌ。ディペンデント、スワプロネンセ、インレジストレズイディリーバーズオパーティーズイエヌランガージュ、マターナルフラノイズイノンオルタメント、方向異はすべて、フランス語で行われるべきこと。戦術の判決文中で用いられるラテン語句の理解、のまずさについてであるが、かかる事態は、 至って頻繁であるため、今後すべての判決と法的手続きは、他ならぬ母語たるフランス語によって関係者に対して宣告、公示送達されるよう望む。この両条項が主な目的としていたのは、公文書におけるラテン語の使用停止だったが、ラテン語以外にも国内の様々な地域で用いられていたフランス語以外の言語やフランス語の方言にも、 一定の影響があった。その他の条項には、司祭が、先例早々の記録を行うこと、それらの先例早々の記録は、交渉人の署名を要することが定められている。また、さらに別の条項ではギルド及び通商同盟を、禁ずることで、労働者のストライキを未然に防ぐことを図っている。こうした条項は、 中央集権的な広域統一国家へという動きを反映しており、中んずく、フランス語の使用に関する条項は、国民感情なり、国民意識なりが勃興しようというまさに、その時期における、フランスの言語的、理念的統一への活気をなすものである。ビレル・コトレ・直例の最初のページ印刷版の、表題公文書における、フランス語の使用を定めた第111条。 ありがとうございます。